俳句部の部員が増えて嬉しいのんちゃんです。皆さんこんにちは。時刻は10時を回りました。引き続きウェザーニュースライブサンシャインお送りしていきます。担当は大島りのんです。よろしくお願いします。さあ、こちらの背景になっているということは俳句部の時間ということでですね、ここから一句を私も披露させていただきたいなと思うんですけれども、ちょっとドキ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 いきます。笑顔を見て手を振り駆け寄る土地のくれ、素敵、にやけちゃう。皆さんからのですね、素敵な俳句リポートをたくさんご紹介させていただきました。これ自分のが待ってるじゃないですか。一生懸命すごい笑顔で伝えてはいるんですけど、もう内心引きつっちゃって引きつっちゃって素晴らしい一句が来れば来るほど、この後自分が紹介する一句は大丈夫なのかっていう不安に駆られて全然笑えなくなってくるっていうドキドキ感があるんですけれども、ちょっとそろそろ部長ということで、皆さんからのね俳句をご紹介しましたので、私も一句読みたいと思います。ここで読んで大丈夫ですか？じゃあちょっと部長をこの部室で読ませていただきたいと思います。うん、緊張しちゃう。呼吸を整えていきます。追憶や片付け進まぬ年の暮れでございます。え、おしゃれ、やったやったやった、はい、ということで私の一句ご紹介させていただきました。全然全然ということで、今日スタッフさんもですね、いや、いつも無茶ぶりしてすいませんみたいな、いやいやいいんです、こんなね一緒にこうやってスタッフさんが盛り上げてくださって、なんぼのね、私が勝手に始めた俳句ですので感謝の気持ちいっぱいなんですけれどもね、よかったら部員にどうぞみたいな言ってたらですね、なんとですね読んでくれたということで、ちょっといいですか、スタッフさんもスイックということで、そうですよね。じゃあ私が代表して言わせていただきます。ごめんなさい、中野くん何でしたっけ。あ、どうぞどうぞ。はい。上の空、俳句に挑む年の暮れということで、素晴らしい。バイ俳句スタッフからいただきました。すごくないですか？そう、ちょっと俳句をお願いするとき、みんなやっぱりちょっと気がそぞろなんですよ。気になるじゃないですか、俳句に心が奪われて。そう、なので、上の空と、ちょっと番組とかもね、上の空になっちゃったりして、ね、うん。年末、今になって、俳句に初挑戦。そう、今回が初挑戦ですからね、このスタッフさん。俳句に集中しすぎて、ちょっと番組中意識が俳句にね、取られてしまう、大島さんすいませんという謝罪付きで、まさかの全然そんなそぞろになってる感じはなかったんですけれども、わかります、心のどこかにね俳句がいるっていうね気持ち変わってきますよね。いや、しかも初挑戦してくださったということで、ね、こう2024年から新しい何かに挑戦するぞっていう方もね、いらっしゃると思うんですけれども、この年の暮れにね、いつ始めたっていいですからね、その挑戦するスタートは別に年の暮れでも全然いいんだっていう、そういうね、なんか前向きなメッセージも感じ取れますよね。嬉しいということで、ぜひね、スタッフさんも上手ですよね。え、結構ね、楽しいんですよ。読んでみると楽しい、もうハマっちゃうんですよ。結構ね、なんかこう考えて難しいなって思うんですけれども、その考えて悩んでる時間も楽しいと思いますので、ぜひぜひ皆さんもね、読んでみてください。はい、ということで部員ね増えてきて嬉しい限りでしたが、今日の活動はこれにてということで、俳句部の活動でした。皆さんお疲れ様でした